見つけましたね。そこの奥ですね。倒しました。もう一人いますね。危ない。もう一人いますよ、そこ。画面の前の皆さん、こんにちは。ゆうきです。今日はですね、深海版 PUBG といえばわかりますかね。深海版のバトルロイヤル、ラストタイドっていうね、ゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、いわゆるもう、PUBG と一緒ですよね。バトルロイヤル、範囲が狭くなっていく中、まあ、最後の一人になるまで戦うという、ゲームになっております。それの海底バージョンですね。で、範囲が狭くなってくると、迫り来るのはね、サメなんですよね。パルスとか、毒ガスみたいなものではなく、範囲外だと、サメが襲ってくるというゲームになっております。で、まだアーリーアクセスの段階なので、スクワットしかね、ちょっと今できないみたいなんで、スクワットでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、じゃあまずは、マップですね。マップこれなんですけども、マップどこに行くか。まあ、誰かが決めるでしょう。ああ、どこ行く？ノラでやってますんでね。どこ行く気なんだろう。結構近いところですね。こっからがね、なかなか面白いですよ。そんな近場行く？まあいいか。あまり近いとやっぱり敵がたくさん来るんで、まあ見ててくださいね。行きますよ。このね、魚雷が発射されます。魚雷が発射されて、これ私乗ってますね。人間魚雷で始まる、そういうゲームです。これね、ぶつかっちゃうとそこでね、終わっちゃうんで、ぶつからないようにまず進んでいきます。パラシュートじゃなくて、魚雷っていうのがまた新しいですよね。なかなかね。行きましょう。さあ、始まりました。あー、敵来てるぞ、これ。大丈夫かな？あ、なんか、味方ぶつかっちゃったけど、一人。大丈夫ですかね？一人、目的地じゃないところ降りましたね。これ3人スクワットになっちゃうのか？ここですね。目的地ここです。じゃあとりあえずここで降りましょう。はい、降ります。さあ、まずは武器をね、漁っていきます。武器あるかな？よいしょ。お、ありましたね、早速。あ、足ひれもある。これね、足ひれがね、なんか意外と必要みたいで、足ひれ持つとね、結構早く降りるんですね。あー、ちょっと仲間やられちゃいましたね、もうね、いきなり。途中で落ちちゃった仲間ですね。私もね、まだね、買ってから1回しか遊んでない。あ、やられてるな。敵がいるのか、あそこ。やられてますね。やばい。リロードするの忘れた。あ！お前はもう死んだも同然だ。さあ、それではね、ちょっと気を取り直していきたいと思います。さっきはね、すぐやられちゃったので、さあ、頑張っていきましょう。でね、今回なんかスクワットなんですけど、人数が集まらなくて、うちのチームは3人になってますね。で、人数が少ないと、今トリオチャレンジっていうのが、左上の体力の下に出てると思うんですが、スクワットとかで、多分ソロとか、デュオとかになった場合、まあ、その、人数が少ない分、ポイントが多く入りますよっていう恩恵が受けられるみたいですね。で、今トリオチャレンジなんで、まあ、要するに 133% の、まあ、ポイントがもらえるということになってます。だ、古代神殿行きたいということなので、ちょっと行きましょう。もうね、ここはね、今日はね、ずっともうちょっと、従っていきますよ。初心者のね、ダイバーは、とにかく仲間に従っていく。大事ですよね。危ない！嘘！これはないでしょ。やば！ちょっと待って。これはあかんぞ。とりあえずちょっと、こういうね、パターンがあって面白いんですよね。いきなりね、座礁するっていう。これはね、たどり着く前に、下手したらやられてしまうかもしれないけど、頑張りましょう。まあ、物資を集めつつ、なるべく敵に合わないようにして、味方の方に向かうっていうね、この、ステルスダイバーモード入っていきましょう。さあ、何もないですね。でもね、すごくね、グラフィックはね、綺麗ですね、やっぱり。なんか、デプスっていう、冷めたい人のね、PVP のゲームを作ってる会社が作ってるので、非常になんか、海に特化したね、グラフィックスですよね。すごく綺麗。うん、もうすごい綺麗ですよね。で、今回からですね、PC ゲームも、1080p の 60fps で、私も撮れるようになってるので、
フォレストの時は 1080p のね 30fps だったんですけど、結構滑らかに撮影できてるんじゃないかなと思ってます。いつもよりちゃんと実況してるでしょ。たまにはいいかなっていうね。こういうのもできるんやでっていう。さあ行きましょう。まあとにかくね、まあいつも通り、プレイに関してはいつも通り行きたいと思います。じゃあ、マイペースで。いや、味方はもう銃と足ひれを持ってますね。味方は取った武器みたいなものは、あ、やられてますね。取った武器みたいなものはね、ちゃんと右側の、名前の右側に表示されるんですよね。あ、一人減りましたね。一人やられましたね。MC さんしか残ってないですね。うちのチーム。私しかいない。私と MC さんしかいない。ただ一人はね、丸腰っていう非常に残念な結果の、残念な結果になってますね。とにかく武器が欲しい。なんか取りましたね。あー、これはなんだ？あー、グラップリングフック。あー、これはあれですね。確かシューってやると、こうやって進めるってやつですね。こういうのもあるんですよ、一応。グラップリングフックでこう進んでいくっていうのが必要かもしれないですね。早送り。ちょっと届かないんだね。結構距離が、あー、稼げますね。あ、これすごいね。これで一気に近づける。一気に近づいたところでね、MC さんしかいないっていうね、この悲しさ。この武器はエイムができないですね。腰ダメで撃つしかないですね。あれ？あ、この弾数が決まってるのかな？弾数が決まってますね、これ。見かけ倒しのやつですね。これはフレアを撃つんですが、フレアにはまった人がね、まあ、なんていうんですか、サーチって言ったら敵の位置がわかるようになるんですけど、多分。これ弾がないと。フックも出せない、弾がない。見かけ倒しですね。銃で威嚇していくスタイルみたいな。あ、ここに残骸がありますね。味方の、なのか敵なのかわからないですけど。残骸がありますね。さあ行きましょう。さあやっと MC さんと来ましたよ。お待たせしました。申し訳ない。やっと来ました。ただ私これしか持ってないんで、すいません。あ、ありがとうございます。すいません。助かります。ありがとうございます。これ何でしょうかね。なんかの武器ですね、これ。あ、すごい。なんか、あ、弾を、あ、ありがとうございます。MC さん、ありがとうございます。助かります。リロードしておきましょう、ここは。OK です。行きましょう。MC さんはちょっと本気ですね、これね。迷惑かけない。ね、まさかのデュオになってしまうっていう、この初回からデュオになるこの悲しさ。ただ MC さんの頑張りを無駄にしたくないんでね。このゲームやっぱね、縦とやっぱ深さがあるのが難しいんですよね。左右だけじゃないので。あ、ありますね、結構。おお、これは。グラップリングフックもある。おお、MC さん、全部取っていっちゃった。じゃあちょっとこれ私、ピストルをいただきます。グラップリングフックがね、あってもこれ、弾がないんで。今は武器ですね、私はね。あ、グリッパーもあった。これ足ひれですね。足ひれあると早く、さっきもね、言いましたけど、泳げるんで。スピアピストル。なるほど。スピアピストルを捨てたんですね。スピアピストルもらっとこうかな、じゃあ。これもらっておきましょう。うん、OK。あ、いいですね。リロードしておきます。これリロードしておかないと、なんか一回ずつリロードをまず拾ったらしなきゃいけないみたいな感じみたいなんで。ちょ、上行きましょう。MC さんについていく。OK。あ、ここ結構アイテムあるんですね。あ、死体がありますね、ここに。これ死体なんですよ。これ死体袋なんですね。あ、なんもないですね。とりあえずベストがあるんで。あとフラッシュライトがありますね。フラッシュライトはライトが、あ、危ない。倒しましたよ。倒しましたよ。ナイスです、ナイスです。まだいますね。力来るかな。よし、倒した。 OK ですよ。まだいるかな、大丈夫。あ、MC さん、 MC さん、どっから撃たれたんだ。結構遠くから撃たれたな。あー、いるな、そこか。あ、当たった。もう一発、こっちかな。当たってるな。あー、強い、強いねー。いや、ちょっと武器がダメでしたね。ちょっとなんか、ショットガン的なやつだったと思うんですよね、僕は。さあ、始まりました。さっきはね、すぐやられてしまったので、今日はね、参戦で終わりにしたいと思います。今日は参戦で。非常にね、面白いですね、やっぱり。このね、レッドムーン輸送かっこ株式会社っていうのがすごく気になるんですけども、まだ行ったことないんですよ。株式会社があるっていうね、この、なぜか。あ、そこ行く。結構近いとこ行くね。なるほど。まあ、私はどこでもいいですけど。行くんかい？
あ、行くみたいですね。行きましょうか。これね、降り方をさっきミスりましたから、うまく降りないとまたさっきのようにね座礁してしまうんで。いや、これ結構近いんじゃないか。すごい近いぞ。これ敵来るんじゃないか。行きましょう。 OK です。非常に近いとこ降りましたね、味方が。なるべく味方の近くに降りたいですね。大丈夫かな、あの人。よし、 OK、 OK、 よいしょ。さあ降りました。さあ武器をね漁っていきたいと思います。武器がないと最初の開幕で得られてしまうのがね、こういうバトロワーのあるあるですからね。ああ、何もないな。この船に行った方がいいんじゃないかな。何もないですね。ああ、ここにあるな。ああ、ちょっと。あ、全部盛り行く全部持って帰っちゃった。私はバッグしかないですね。リュックもね、あるんですよ、やっぱり。PUBG みたいな感じでね。リュックでやっぱり荷物がたくさん増えるようになると。ベスト。お、ベストありました。ベスト OK。お、なんかあったな、今。どれだ？タクティカルグリップ。あ、まだなんかあったな。見えないけど。結構ね、小さ。あ、ピストル。どこが取るの、ピストル。リロードができないですね。弾がない。弾が取られてる、みたいな。これはなんだ？ベスト。お、ベストありますね。これ多分強い方のベストなんで、こっちも取りますね。足ひれもあった。いいよ。足ひれがね、絶対必要ですね。移動が速くなるんで。絶対的に足ひれがないと厳しいですね。なんかね、見えないんですよね。タクティカルスコープがありますね。ちょっと武器がこれ心配ですね。サメの盾崩壊までっていうのは、もうあの、縁が来るまでの話みたいですね。どうやら。ちょっとあんまりよく分かってない部分が多いんで、あまり説明ができないんですけど。あ、もう船開いてますね。ここの中あるんじゃない？ちょ、なんでもいいから武器が欲しいんでね。ヘルメットあるね。ヘルメットもらいましょう。フリッパー。あ、ライフル。ライフルありますね。ライフルもらった。オッケー。プライマリー。ライフルがある。弾が欲しいな。お、スチールダーツ。これ弾ですね、これは。オッケーです。タクティカルスコープつけます。タクティカルグリップもつけます。オッケー。これで。まずはちょっと、ライフル的なものを手に入れましたね、ちゃんと。お、もう一個あるね。これさっきのショットガン的なやつですね。これ持ってきましょうか。弾がないんじゃないかな、これ。あー、スピア。スピア弾ないですね。あー、フレアもない。スチールダーツ、これだけちょっと、よいしょ。スチールダーツが弾なんでね。これ4連射、30連射ってことですね。ワンマガジン30。ワンマガジン4発。スピアは今弾がないんで、0です。フレアも0です。あ、ちょっと、マークされてるな。マークされてるってことは、あれ多分、敵がいるってことだと思うんですけど、おそらく。OK。武器もですね、あれがあるんですよね。強さが。レベルみたいなのがあるみたいですね。より強い武器があるのかな？ちょっとよくわからないんですけど。で、今この円ですね。これが次のアンチですね。いわゆる。で、これ多分魚雷が落としてくるのかな？これ多分。ちょっとまだこのラインがよく分かってないですね。この下に行ったことがないんで。多分魚雷が落ちてくるっていうのを書いてあったんで、魚雷なのかな？オニツさんですね。オニツさん結構上を。これね、意外とね、下を泳いでた方がね、見つかりづらいんですよね、やっぱり。ただ、撃つときは上から撃った方がやっぱ強いっていう。なんか矛盾があるんですけど。矛盾実況みたいな。これは？あー、ベスト。これよりは今着てるベストの方が強いですね。多分このね、点々がレベルなんですよ。右側にある。今、バックレベル2ですね。ベストレベル2ですね。だ、ヘルメットと足ひれがレベル1なんですね。だからやっぱレベル3とかにした方がいいんでしょうね。みんな早いね。ちょっと待ってくれよ。武器のレベルがね、どこに書いてあるか。あ、これですね。武器レベル1ですね。レベル1。全部レベル1ですね。アンコモンってやつですね。
アンコモン兵士ですね。アンコモンダイバーですね、私は。アンコモンダイバーですね。これが1ですね。これが1。1。1。全部1。1ですね。アンコモンダイバー。いきます。まあでも、漁夫ダイバーすればいいんでね。漁夫ですよね、やっぱこういうゲームは。お。なんか銃声が。あ、やり合ってますね。大丈夫かな？大丈夫でしょうか？やり合ってますね、完全に。行きましょうか。敵だけ気をつけながら行かないと。いきなり、あ、これ空爆じゃない。あ、空爆ライン入ってますね。これ空爆だ、やっぱり。空爆ラインあるんですね。アイテムがあるな、あそこに。これ欲しいな。中雑、弾ですね。弾が欲しい。弾はないとね、ちょっと厳しいんで。フリッパーレベル1。これは一緒ですね。スピア、あ、スピアありました。これで、多分これがリロードできるはず。OK ですね。OK。これ、超えないとまずいんじゃないですかね。これ多分空爆きますね。あっちの、当たってる。敵いますね。リロード入っちゃった。OK、倒した。ナイス。よーしゃ。やりましたね。一人倒しましたよ。でも一人いるってことは何人かいるってことですからね。これ空爆来るんじゃないかな。気をつけないと。この中とかに入ってないと。ちょっと撃たれましたね。あー。あ、オニツさんやられましたね。遠くで。回復がないんですよね、私。今。リロードしておきましょうか。リロードしてますね。オニツさんがやられたね。やられましたね、オニツさんが。完全に。オニツさん完全やられましたね。ちょっと上から行きましょうか。どこだろう。敵が見えないですね。危ない。あれか。見つけましたね。そこの奥ですね。倒しました。もう一人いますね。危ない。もう一人いますよ、そこ。そこ。また、ロケラ！ロケラみたいに来た。ナイスです。味方が倒した。ナイス。よし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 。もういないかな？これ全滅かな？これが欲しいですね。フリッパーレベル2ですね。財宝よくわからないけどある。メディキット。メディキットありますね。これ危ないんじゃないこれ。空爆来てるよ。空爆来てる。これ危ないんじゃないかな。ちょっと一回入った方がいいんじゃないこれ。一回入りましょう、これ。回復します、これ。大丈夫これ。空爆だよ、これ。みんなよくこんな普通にできるね。どんな感じ？あ、通り過ぎたね。OK。ちょっとこっちの。あれ？これかな？もう一個の財宝。ちょ、これ私もこれをちょっと見させてもらって。クイックドローつけましょう。スピアーピストルっていうのをちょっと使ってみたいですね。持てないのか。レッドドットサイト。これつけましょうか。あとは、あ、スピアをもらっておきましょうかね。スチールダーツもちょっと足りないんで。もらっておきたいですね。あー、持てないのか、スチールダーツ。あ、もら、あ、取れましたね。ちょっとなんかラグがあるな。OK ですね。まあいいんじゃないですか。ちょっと、まああんまりね、うろうろしててやられるのも、漁夫られるのもちょっと尺なんで、手いつつこっちもに行くっていうね。パッチキットもらっておきましょう。タクティカルストックも欲しいですね。あと、インク手榴弾を、これよくわかんないけど、これもらっておきましょうか。まあ。まあいいでしょう。こんなもんで。あんまりね、あんまりよくわかってない人がね、ふらふらするの危ないから。OK。インク手榴弾っていうのは何なんだろうな。使い方がよくわからない。まあでもとりあえずいいでしょう。これリロードできる。ああ、やっぱフレアはないですね。フレアはない。OK。
多分グレネードランチャーの弾だったのかな、もしかしたら。ちょっともらっていこうかな。でもそれらしいものがないんですよね。なんとかレボリューション、あ、これがレボリューション、レボリュー、あ、ボリージェット、ボリージェット、これがボリージェットですね。あ、ボリージェットレベル2だから、こっちの方がいいのか。こっちにしよう。ボリージェットレベル2。あ、いいですね。あ、スチールダーツめっちゃあるな。よし、OK。いいですね。よし、こっちをレベル2にしました。はい、行きましょう。ついていきましょう。ちゃんとついていかないとね。現在、3キルしてますね、私。合ってんのかな、右上が多分そうですよね。3キルで、今生存36人だと。お、大丈夫か。なんだこれ、どうした。あ、こういうなんか後からまたジェこれ乗れるっていうダイブボットっていうのがあるんですね。知らなかった。これで、あ、まっすぐ行けるんだ。はあ、やってみましょうか。おお、再度また魚雷になれるっていう。なるほど。これでちょっとこう味方の方に入ってって、あんまり円の際から出ちゃうとあれなんで、この辺で降りておきましょう。私は味方を待ちましょう。ミスターティモンさんがねちょっと遅れてるんでティモンさんと一緒に行った方がいいですね。行きましょう、ティモンさん。エクさんはもうちょっと先行っちゃってますね。ただ敵がいた場合危ない。ティモンさん行きましょう。これは結構いよいよ終盤戦に突入してるんじゃないですかね。円が縮まるよっていうあれですね。ここで見つかると危ないですね、非常に。ここ今明るいから多分向こうからは丸見えの状態でしょうね。さあ、ティモさん来てますね。敵いるんじゃないか、あれ敵だぞ今。フラッシュライトがないんでね。敵ですね、これ倒しました。敵いたってことはまだいますよこれ、多分どっかに。一回下がった方がいいんじゃないかな。フラッシュライトがないんですよね。お、なんか落としたぞ。危ない、いますね敵。あー、ちょっと待った、下だ、やられた、クソ。こっちこっちこっち、危ない、やられる。このままじゃ味方が来るまで。あー、お前はもう死んだも同然だ。くっそー、やられましたね。いやー、もうでも3キルできたからよかったかな。今日初日なんですよね。初日で今日ね、これで4戦目。あー、ちょっと後ろ取られちゃってるのかな。これ味方の視点ですね。いやー、これは厳しい。ナイス、ナイスキル。あー、でもこれで終わったってことはもう、多分、速キルだったんで1人だったんでしょうね。はい。ということでね、ラストタイド、次回もね、やっていきたいと思います。まあ、結構ね、やっぱ面白いですよね。面白い。非常になんか、やっぱハマりますね。生き返らせてあげて。じゃ、このチームはね、どうなるかはわかりませんけども、今日は私死んでしまったんで、ここで終わりにしたいと思います。それではまた次回もやっていきたいと思います。それではお疲れ様でした。またね。さあ、勝てるんだろうか。結構30人いるからな。